こんにちは、伊豆木圭です。詩を読み、詩を味わう。今日は八木十吉の梅という詩を取り上げます。まずは読みますね。梅。目が覚めたように、梅にも梅自身の気持ちがわかってきて、 そう思っているうちに花が咲いたのだろう。そして、寒い朝霜が出るように、梅自らの気持ちが、そのまま香りにもなるのだろう。いかがでしょうか。八木重吉は、現在の東京とか、町田市に、 生まれています。生まれた年は1898年、明治31年で、1927年の昭和2年ですね、29歳で亡くなっています。溶接ですよね。 同級生、クリスチャンの同級生の人や、あとは内村肝臓の影響などからキリスト教に帰依したそうですけれども、特定の教会や教派に属さない態度を貫いていたそうです。それも内村肝臓の影響が強いと考えられていますね。 新約聖書を言語のギリシャ語で読んだそうで、相当に語学の能力が高かったのだと思います。まあこれは余談なんですけれども、新約聖書というのはギリシャ語で書かれているんですね。ラテン語なのかなと思ってたんですが、ギリシャ語だということなのです。 の話を戻しましまて八木の梅ですけれども私はこの詩を読むと深い思考と祈りや願いによってのみたどり着けるところがあるのだなと思いますそういったことを教えてくれる詩だと感じています詩人はきっと冬の終わりに 咲いた一輪の梅の花を見て自分の心の中にある気持ちに気がついたのだと思うのです。梅に自分を重ね合わせて自分の内側を見つめているうちに自分の使命、望みが形を成したのでしょう。それはまさに目が覚めたように 自分の気持ちがわかり、花が咲いたという詩の詩で言っている通りのことだと思います。自分の使命と望みこそが花なのです。そして自分の気持ちはそのまま香りともなるのです。 その花というのは咲くまで厳しい冬を越さないといけないのでしょう。寒さに震えながら耐えてじっと考えて思い続けてそして人は自らの使命や望みなすべきことを知ることができるのです。さらにこの詩を読むと わかるのが、自分の心を他者に一度委ねる、または他の存在を自らのこととして考える。そういったことをして自分を客観視したり、他の立場のものの思い方、考え方に思いを巡らすというのも、 自分と世界のつながりを持つことにほかならないと思います短い詩が多い八木の作品は広い心を内側に胸の中に持った小さな瞳のように思えます一読素朴に思えるこの ヤギの詩に込められた美しいリズムとか尊い祈りというのを感じるのは詩の一つの醍醐味だと思います。今日もお聞きくださりありがとうございました。まだもう少し寒い時期が続くと思いますので、 お体には優しくしてあげてください。それでは失礼いたします。